皆様、第3部の2バンドによる演奏いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。どちらのバンドも熱い演奏を聴かせてくれました。そうですね。お好みは第3部の2バンド聴いてみてどうだった。オリオンの素敵なハーモニーも太陽の破片の熱い思いも伝わってきて感動してしまいました。そうだよね。僕も迫力がすごすぎてちょっと固まっちゃいそうになりました。さて皆様、まだまだここで終わりではありませんよ。本日のライブを締めくくるのは JP アクト最上階生全員でお送りする4階生全体曲と、このライブに携わったサークル員全員でお送りする JP アクト全体曲です。仲間と作り上げるアカペラの素晴らしさ、そして私たちの燃え上がるようなアカペラに対する思いを感じていただければ幸いです。ここまで司会進行を務めさせていただいた尾根山拓人と影山真帆でした。ありがとうございました。それでは JP アクトウィンターライブ2022サイエンス、最後までお楽しみください。